はい、どうでしたか？前から言っているように、11月1日もの連休中の日曜日にイベントがあったんで、ちょっとそれのダイジェストです。今日はちょっとあれの、細かいっていうか、たくさん動画撮ってきたので、コロナ禍におけるイベントがちょっとどういうものかということをちょっと皆さんに体験してもらいながら、考えていきたいということですが、こんな感じの、イベントです。美しい里と書いて、美里というふうに呼びます。基本的にはね、地域の人とか、ちょっとこういうフェス的な、ことをしている人たちが、やったようなイベントです。細かいことはちょっと内容を見ていただきたいので、簡単に場所だけをお知らせしようかなと思うんですが、もうここです。こんな、めちゃくちゃ遠いです。皆さんいるとこ、ここら辺で。徳島市から離れためちゃめちゃ山の中になります。で、ちょっとこれを今見てもらったんですけど、実はね、徳島もちょこちょこ今なんかこのイベント動き始めまして、実はですね、このイベントの前の日というか、31日と1日で、徳島市内でもね、こういう、阿波踊り今年なくなっちゃったんで、それをちょっと復活させるというか、役所絡みでまたやるらしいんですけど、阿波踊り定期開催プロジェクトということで、街中でやってます。で、ちょっとここのところちょっと注目してほしいんですが、これは、徳島市の飲食店コロナ対策協議委員会っていうのがやっているみたいで、多分ね、飲食店の人たちが集まっているところだと思うんだけど、コロナ禍の中、徳島市の飲食店が集まり、阿波踊りの、なんだ、開催と集客事業を目指す、団体ですと。いうような感じで、やってます。で、ちょっとこれ動画もちょっと撮ってきたので、動画っていうかね、ちゃんとはできてないんですけど、前の日の会場とか、そういうようなのを、撮ってきたものがあるので、ちょっとそっちを、見てください。これなんかカクカクになっちゃうかな？大丈夫かな？ちょっと自信がないんですけど、ちょっと画面を共有しますので、これで、これですね。ハロウィンで、商店街の中とか、ハロウィン撮影するのが、ちょっと、1曲だけハロウィンで盛り上がってましたね。これから、商店街の中で、阿波踊りのイベント、夕方からやるらしくて。駐車場をこう借り切ってやるらしいので、ちょっとそこをどんな感じなのかっていうのが、ちょっと4時からなので、まだやってないのかもしれないので、ちょっと今日は切れるかどうか分からないので、下見です。これここは商店街の中なんですけど、商店街の中の空き店舗、空き店舗。
ルの駐車場になってて、あの近くです、近くです。徳島の銀座商店街。まあ、ちなみにあの僕が徳島に、来たばっかりの時は、この街中のこの商店街のこのラッキービルのこの上の3階に私、まあ、住んでたので、まあ、いろいろ街中のこととかも詳しいという、まあ、そんなことです。まあ、こんな感じでぐるっと曲がりまして、で、これずっと曲がって、あの右に行くと、まあ、近くの店があるというような形です。はい。で、あとですね、この商店街、はい、ちょっとここ。というわけで、あの、フルバージョンは、どうしますか、これ載せといた方がいいですかね。まあ、あの、なんか街中でちょこちょこっと動いたのがあるんですが、まあ、あんな感じで、なっているわけです。でね、ちょっとね、夜、あんま行けなくてですね、なんかあの、中途半端な時間に行って、ちょこっとだけなんか、まあ、あれも盗撮みたいですけど、あの自転車に乗りながら、夜の映像があるので、ちょっと、そっちも、ちょっとよかったら、見てみてください。じゃあそっちちょっとまた共有します。阿波踊り。また結局夜来ました。商店街で阿波踊りのイベントを、富田町ですね。結構車が祭りみたいな感じで車が渋滞してます。ということで、すいません、ちょっとこっち側あんまり知り合いがいなかったんで、まあ、怒られることはないんですけど、ちょっとあんまり取らないまま終わってしまいました。で、まあ、あのイベントなんですけども、どういう、こう、仕組みかっていうと、ちょっと今共有しますね。あれなんですよ。駐車場、まあ、あそこで言ってましたけど、借り切って、やるイベントでして、あれもしなんか皆さんも行政とかに、なかなかいろんなのなんか言われたりしたら、やるといいんですけど、これすいません。コインパーキングを借り切ったイベントで、全部の、コインパーキングあるじゃないですか。あれを8時間分とか全部借りれば、自由に使えるんですよね。でもあれはね、非常にいいやり方で、その自分たちで独自なことをしたいときとかは、要するにその公共的なとこだと許可いるじゃないですか。もちろんコインパーキング屋さんの許可が必要なんですけども、ね、なんかね、だから車でやったマルシェとかしたい場合は、ああいうやり方をするといろいろできます。で、まあ、あっち側はどちらかというと、まあ、商店街がもともと阿波踊りっていうのはこう集客的なものだったりして、で、それでまあやっぱりその人を集めたいなみたいな、まあ、形でまあやっているわけですね。で、まあ、ちょっとその見た目的にも、まあ、吉野川の方のマーケットとはちょっと対照的だったかなとは思うんですね。あっちはそのまあ要するにその街なこっちは街中に対してあっちは田舎ですし、まあ、こうやってこう民間主導でこうガンガンやっていくというのに関して、三郷マーケットっていうのはちょっと後でまた説明もありますけども、
もともと役所の場所だった、あの管理してたんですけど、もう全然誰も人も行かなくなったんで、あの町の人たちというか、まあ、NPO を作った人たちがもう木で切り開いてできるようにしたりとかっていうようなする中で、要するにその町中はもともとある場所じゃないですか、コンパクトシティ的に。で、山の方はもう担い手がいなくなって、どん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 こう衰退していて、公共的なのもこうダメになってるようなところを、まあ、市民がやっていくみたいな感じで、でこっち側なんか非常にこう活気があるじゃないですか、ガンガンガンって感じで、まあ、僕もね好きなんですけどね、そういうのが。で、あのまあこうちょっとまあちょっと僕あんまねフェスとか行ったことないのに、フェス的って言ってしまうとちょっとあの皆さんに怒られるかもしれませんので、詳しい人はちょっとそこら辺またあのリアクションペーパーに書いてほしいですけども、まあまあゆったりしてるというような形になってますね。で、まあちょっとこの三郷マーケット、どんな感じでやれたのかということで、あの動画たくさん撮ってきましたので、ちょっとこれからあのちょこちょこちょっとこう見ていただいて、まあ追体験ですね、あのどんな感じだったのかというのを今回はちょっとたくさん見ていただいて、まあ後にちょっとあのまあまとめもまとめ動画的なのもあるので、まあ、ちょっと見ていただこうかなというのが今日の趣旨です。はい。じゃあ、一旦終わります。じゃあ、あの、あとの三郷の動画たくさんあるんで見てください。